起点館は、江戸時代から明治時代初期にかけて、海の国の甲府にあった学問書、山梨大学の前身にあたる。城下町たる甲府の中心であった甲府城郭内に置かれ、四書五教を中心とする朱子学や正道論が教えられた。起点とは、諸教春天にある、新規逸則すなわち、慎みて逸則を、キクスに由来する。 起点館があった甲府市丸の内一丁目は、甲府城にの堀で威嚇された閣内の武家地であった。甲府金番市の屋敷が散在していたほか、西側には、甲府金番を追って役宅、その南には、役園が所在していた。起点館の西には、追って工事が通り、北側には、甲府城を追って門があり、内堀で威嚇された内城に至る。近代には、 武家地が払い下げられ観光庁用地として開発され、跡地には、老舗旅館が営業している。起点館後日明治17年に建てられた、起点館二代目校舎。現在の甲府市中央公園付近にあった。近世海の国では、江戸時代前域に、甲府藩が設置され、甲府徳川家や柳沢家など、甲府藩主は、文字主義を取り学問に親しんでいた。 しかし、歴代藩主は、江戸滞在があるじで、海には在国せず、国元における藩校の整備は遅れ。海の在番の武士階層では、独学や私塾における教育が中心であった。教法9年3月には、幕政における、教法の改革に伴い、甲府藩は、廃藩となった。海一園は、幕府直轄領下され、甲府城下町は、 甲府金板支配による町方支配が行われ、城下には金盤支配2名と金板市が在住した。江戸時代には商品経済の発達により教育を必要とする機運が高まり、天明年間には松平定信の完成の改革により一段と学問が奨励された。こうした背景のもと、甲府城下においても本格的な教育機関として学問書が設けられた。 起点間の成立事情は、明治16年の火災で、関連文書が消失しているため実態は明らかでは、ないが、江戸の昌平坂学問書との関わりを示す、日本教育史資料や明治期に編纂された、書籍目録、学頭を務めた林、鶴良ら関係者の日記が残されている。それらの断片的な資料によれば、完成8年に、 甲府勤番指定の教育を目的に、甲府勤番支配の近藤正明と愛役の長見溜邸が設置した甲府学問所が前身とする。学問所は勝手、小布死に役の富田武史料を教授に起用して、勤番役定に開校する。今日は3年には、甲府城おって南に学者が新築されて庶民にも開放され、甲府学問所は武芸一般を教える。 公部書のほか、医術を教える、医学書も設置されていた。大学頭の林十歳により、起点館と命名され、松平定信室の変額が掲げられた。天保十四年には、幕府の地方官学統制の下、寸府の名神館と共に、江戸にあった昌平座科学文書の文章としての、再編が行われた。おって門前へ移転して昌平座科学文書や江戸城の、 紅用山文庫から、蔵書の一部が遺憾された。組織改編も行われ、二人の学党はそれまで、金版氏の中から選抜されていたが、昌平座科学文書から派遣されたもので独占される、こととなった。これには金版氏の間で、不満の声が上がり、学党問題が発生した。安政三年に、交付金版は、内部昇進が失われることにより、 教育効果が薄れることや、経費節減などの理由から一人を内部から選抜することを幕府に申請し、受理された。だが、林大学頭がこれに反対し、学頭の席は、江戸からの派遣で、教授方を近盤支柱から選抜することで合意に至った。起点間の充実により、教育効果は向上したものの、一方で優秀な学生を江戸へ留学させる機会が、 亡くなる問題も発生した。教授内容は4書5教を中心とし趣旨学を重視する学風で、再編後の展望を14年3月布告、起点館稽古日割が、講義の内容や日時を記す、唯一の資料として現存している。これによれば、起点館では素読、公釈、臨行、解読が行われ、公釈については、一般聴人、百姓への解放されていた。 試験は、春秋の年2回、5日間に1日1科目の試験が、実施された。答案は、江戸へ送付されて表情が行われ、成績優秀の者に対しては、褒美の歌詞や金番詞への登用も行われた。著名な学等には、岩瀬忠成や田辺太一、中村正直らがおり、出身者には、杉浦譲る。明治期の山梨県における、民権運動家である。 田辺雄佐や八巻九万らがいる。明治5年には、海地学校と改唱。師範公衆学校を経て、明治15年には再び起転換と名乗っている。その後、山梨県師範学校、山梨学校などを経て、現在の山梨大学となり、県内の官学の中心としての地位を保っている。山梨大学は2018年7月、 明治期の起点感外感を模した大村里氏の記念学術館を開所した。また、会では庶民を対象とした教皇の整備も遅れ、武士階層と同様に独学や私塾、寺小屋による教育が中心であった。林鶴良は、江戸から赴任した学徒で、一年間の交付滞在中の様子が日記に詳しく記されている。林鶴良日記は、 山梨県史資料編13条に収録。交付機転換の蔵書については、機転換蔵書目録が、会の資料修正に収録。交付機転換の学等については、県史通信編4金世人には、交付機転換による学等一覧と、交付御用流、交付御用日記を用いて、校庭を加えた学等一覧を収録。山梨県立交付中学校同窓会。 こういう改編、創立50周年記念誌に収録。ノーベル賞の大村氏、学術館が、山梨大で完成日本経済新聞ニュースサイト2018年8月7日、閲覧。ありがとうございます。